TLTV ヒストリーブース、今回のゲストはジン・マークさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ビートメイクを始めたきっかけについて教えてください。はい、ずっとジャジーヒップホップのビートにすごい憧れがあって、でなんか僕も自分で作ってみたいなと思って、思ってたんですけど、そしたらお友達から機材を譲ってくれるっていう機会が見えまして、それで機材が揃って自分でなんとなく作り始めたという感じです。ジャジーヒップホップの魅力についてどんなところがありますか？そうですね、まあ、本来ジャジーヒップホップっていうジャンルみたいなのは、はい、本当ないものだと思うんですけど、そのヒップホップっていう難しいですね。なんかジャジーヒップホップの魅力か、ジャジーヒップホップの魅力やっぱあれじゃないですかね、ムードじゃないですかね。そのヒップホップっていう枠よりもそのちょっとまた違ったムードを感じられる、ゾーンが違うっていうのがちょっと面白いところですね。そうですね、はい。影響を受けた人物やもの、音楽以外でもいいのであれば教えてください。一番影響を受けたビートメーカーはヌジャベスとノーマーク、両方とも日本人のビートメーカーなんですけど、すごいあれですね、さっき言ったようなんかムーディーで、その金星に触れるようなメロディーになんかガッチリ汚いズンバップがハマってるのがすごい、そのギャップが多分面白かったのかなっていうのがありますね。現在の活動について教えてください。まあまあ ビートを作って、はい、ラッパーさんに提供したりとかしてるんですけど、11月にインストのアルバムをリリースして、はい、でまあ、だからそっちのインストの出来化していくヒップホップもちょっと力を入れてきたなと思ってます。そのリリースした作品について教えていただきたいんですけど、はい、こちらは EP、 あ、アルバムです。フルアルバム、はい、タイトルは、タイトルはプレイリストです。タイトルのその由来というか、プレイっていうのが普通の音楽のプレイリストと、あと願う方のプレイとかって言って、願いのリストの感じのダブルミーニングですけど、タイトルです。その本作の聞きどころについて教えてください。結構そのストーリー性を重視してて、なんか初めはなんかタイトルがバースオブアースっていうタイトルなんですけど、まあ物語の始まりがあって、でなんかそのいろんなことが繰り広げられてって、最後サンゴーズダンっていうことなんで、はい、終わっていくっていう、なんかそのアルバムの1からその12曲目まで通してなんか聴くのを意識して作りました。さらにその単曲を集めたんではなくて、その流れをしっかり見ていきます。今後そのリリース予定しているものとかがあれば、そうですね、またなんかいいコンセプトや思考に出会ったら新しいアルバムを作りたいと思います。作品、今回の作品も含めて、はい、ビートメイクでこだわっていることがあれば教えてください。まずドラムの音、僕スネアの音が一番好きなんですけど、ドラムの音も環境音を拾って、例えば8みたいな音をイコライジングしてスネアの音にしたりとか、ちょっとポンキー深い音だったりとかをレコーディングして、またイコライジングしてキックの音にしたりとか、そういうなんかいろんな生活の場面で、あ、この音面白いなと思ったものをレコーディングしてドラムを作ったりしますね。ジン・マークさんは、他のラッパーの方にもいろいろ曲を提供していると思いますけど、はい、そのインストの作品と、提供するラップが乗っかるビートで何か違いって意識していますか？はい、やっぱりラッパーさんに提供する楽曲は、ラップがメインになると思うので、バースの部分はシンプルに作ることを意識しています。でインストで聴かせるビートの方はなんかその、まあ、ドラムの
面白さやなんかパンチ力と、それとまた相対してるメロディーの部分は綺麗に、でもそのヒップホップだから汚くみたいなところは結構意識して作ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。Yeah, History Boys GL